こんにちは。今日は浜中のエコアンダリアを使って細編みのシンプルなカンカン帽を編んでいきます。使うかぎ針は5号です。まず本編に入る前にエコアンダリアをきれいに編むコツをご紹介したいと思います。注意点が2つ。まずこの細編みを編む時なんですが、この時右側に糸を引くのではなく、左側に糸を引くイメージで細編みを編みます。糸をかけて持ってきて、この引き抜く時に右側に糸を引くのではなく、左側に糸を引くイメージで細編みを編みます。この引き抜くときに左に糸を引き抜くイメージです。そしてきれいに編むコツのもう一つは、この細編みをゆるゆるに編まないことです。この足が長いと緩みます。もう一つは、この時の糸が緩いと目が緩みます。エコアンダリアを編む時にはしっかりと編んでいきます。この2点を気をつけて編んでいくと細編みがきれいに揃います。あとはこちらの糸の継ぎ足す時の方法は、例えばここで糸が終わってしまって、ここで糸を結ばずに次の細編みのところでこの引き抜く時に新しい糸で引き抜きます。そしてこの2本の糸を一緒に編みくるんで次の目を編みます。こちらのエコアンダリアは袋から出して編んでいきますと途中で絡んで編みにくくなりますので、この袋のまま編みます。ここから中の糸を取り出します。それではトップ部分から編んでいきます。トップ部分の編み図はこのようになっています。まずは1段目、輪の作り目の中に細編みを6目編みます。鎖編み1で立ち上がって細編み、細編みの頭にマーカーをつけておきます。そして細編みをあと5目編みます。1 2 3 4 5、マーカーの目を含めて細編みが6目編めました。こちらの糸端を引き締めます。そしてこのマーカーの目に引き抜き編み、これで1段目が編めました。次は2段目、細編み1目に対して細編みを2目ずつ編んでいきます。鎖編み1で立ち上がって1つ目の細編みのところに細編み、細編みの頭にマーカーをつけておきます。同じところに細編みをもう1目編みます。
隣の細編みのところに細編みを2目編みます。隣も同じ細編みが2、これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできましたら、マーカーの目に引き抜き編み、これで2段目が編めました。2段目は12目になっています。次は3段目、細編みが1、次は増し目、同じところに細編みを2目編みます。これを6回繰り返します。鎖1で立ち上がって1つ目の細編みのところに細編み、細編みの頭にマーカーをつけておきます。隣の細編みのところに細編みが2、次の細編みのところは細編みが1、次は増し目ですので細編みが2、これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできましたら、マーカーの目に引き抜き編み、これで3段目が編めました。3段目は細編みが18目になっています。次は4段目、綺麗な円にするためにこの増し目の位置をずらします。まずは細編みが1、そして増し目、今度は細編みが2、増し目、ここからはこの細編みに増し目を繰り返します。まずは鎖編み1で立ち上がって細編み、細編みの頭にマーカーをつけておきます。そして隣の細編みのところに増し目、細編みを2目編みます。そしてここからは細編みを2目編んで増し目、細編みが1、隣に2、次の目に増し目、同じところに細編みを2目編みます。もう一度、細編みが1、隣に細編みが2、そして増し目、同じところに2目編みます。1、2、増し目、1、2、増し目、1、2、増し目、最後まで編んできました。細編みが1目残っています。この最後の細編みのところに細編みが1、そしてこのマーカーの目に引き抜き編み、これで4段目が編めました。4段目は1周で24目になっています。次は5段目、5段目は細編みを3目編んで増し目、これを6回繰り返します。鎖編み1で立ち上がって細編み、細編みの頭にマーカーをつけておきます。そして隣の細編みのところに細編み、隣も同じ、これでマーカーの目を含めて細編みが3目編めましたので、次の目は増し目になります。同じところに細
細編みが2、細編みを1目ずつ3目編みます。細編みが3目編めましたら増し目、同じところに細編みを2目編みます。これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできました。最後は増し目で終わっています。マーカーの目に引き抜き編み、これで5段目が編めました。5段目は1周で30目になっています。次は6段目、またこの増し目のところをずらします。今度は細編みが2、増し目、そしてここからは細編みが4、増し目、細編みが4、増し目、これを繰り返します。この編み終わりのところは細編みが2目残ることになります。まずは鎖編み1で立ち上がって細編み、細編みの頭にマーカーをつけておきます。隣の細編みのところに細編み、マーカーの目ともう1目細編みが2目編めましたので、次の細編みのところは増し目、同じところに細編みを2目編みます。そしてここからは細編みが4目増し目、1、2、3、4目編めましたので、次は増し目、同じところに細編みを2目編みます。そしてまた1、2、3、4目編めましたので、増し目、同じところに細編みを2目編みます。これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後の増し目のところまで編んできました。細編みが2目残っています。ここに細編みを1目ずつ1、2、そしてマーカーの目に引き抜き編み、これで6段目が編めました。6段目は1周で36目になっています。次は7段目細編みを5目編んで増し目、これを6回繰り返します。鎖編み1で立ち上がって細編み、細編みの頭にマーカーをつけておきます。ここが1目目になりますので、2、3、4、5、細編みが5目編めましたら増し目、同じところに細編みを2目編みます。これをあと5回繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできました。最後の目は増し目のところで終わっています。マーカーの目に引き抜き編み、これで7段目が編めました。7段目は42目になっています。次は8段目、増し目の位置をずらします。細編みが3目、そして増し目、次からは細編みが6目増し目、そしてまた6目増し目を繰り返します。この編み終わりのところは細編みが3目残ります。鎖1で立ち上がって細編み、
細編みの頭にマーカーをつけておきます。細編みが1目編めましたので、細編みが2、3、細編みが3目編めましたら、次は増し目、同じところに細編みを2目編みます。そして次からは細編みが6目増し目、1、2、3、4、5、6、6目編めましたら増し目、同じところに細編みを2目編みます。これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできました。最後は細編みが3目残っています。1、2、3、そしてマーカーの目に引き抜き編み。これで8段目が編めました。次は9段目、細編みを7目編んで増し目、これを6回繰り返します。9段目が編めましたら、10段目は増し目の位置をずらします。細編みを4目編んで増し目、そして8目編んで増し目を繰り返し、11段目は9目編んで増し目、12段目はまた増し目をずらしますので、5目増し目、10目増し目、10目増し目を繰り返します。このように規則的に増し目をしながら、9段目から13段目、そして14段目から17段目まで、こちらの編み図を参考に編み進めていきます。17段まで編んできました。円の大きさは18センチぐらいになっています。私は17段で終わりにしますが、もう少し大きく編みたい方は18段、19段と同じようにして編み進めてください。こちらの編み始めの糸端はとじ針で糸処理をしておきます。糸処理ができましたら、このトップ部分にスチームアイロンをかけて形を整えます。スチームアイロンは編み地から 2,3 センチ離してかけるようにしてください。形が整えられましたら、ここから側面を編んでいきます。側面は1周が102目、増減なしで編んでいきます。1段目だけ細編みの筋編みで編んでいきます。2段目からは細編みを編んでいきます。鎖編み1で立ち上がって、この細編みの頭に針を入れるのではなく、頭の向こう側半目1本だけに針を入れて細編み、細編みの頭にマーカーをつけておきます。隣も同じ、細編みの頭に針を入れるのではなく、細編みの頭の向こう側、この半目1本だけに針を入れて細編み、隣も同じ、向こう側半目1本に針を入れて細編み。このようにして最後まで繰り返し編んでいきます。
最後まで編んできましたら、マーカーの目に引き抜き編み。これで1段目が編めました。次は2段目、鎖編み1で立ち上がって細編み。細編みの頭にマーカーをつけておきます。2段目は普通の細編みです。細編みの頭に針を入れて、細編み1目に対して細編みを1目ずつ最後まで編んでいきます。2段目が最後まで編めましたら、3段目、4段目と繰り返し、好きな帽子の深さになるまで編み進めていきます。側面を19段まで編んでいきました。19段で 9.5 センチぐらいになっています。それではここからブリムを編んでいきます。ブリムはこのトップ部分の増し目の仕方と同じです。カンカン帽のブリムは平らになるように編んでいきます。こちらが増し目の表になっています。私はトップ部分を17段で終わっていますので102目になっています。ここからブリムは6目ずつ増し目をしていきます。19段まで編んだ方は102目よりも12目多くなっていますので114目のところからスタートになります。ですのでブリムはこの3段目から編むことになります。私と同じ102目の方は1段目から、19段までトップ部分を編んだ方は3段目からのスタートになります。それでは1段目一緒に編んでいきたいと思います。この下に書いてある青い数字が1周の細編みの目数になります。この数字は細編みを8目編んで増し目、細編みを16目編んで増し目、そして16目と増し目を繰り返しという意味になります。鎖編み1で立ち上がって細編み。細編みの頭にマーカーをつけておきます。そして1段目は細編み8目を編んで増し目ですので、この1目目次が細編みが2、3、4、5、6、7、8、細編みが8目編めましたので増し目、次の細編みに細編みを2目編みます。そして今度は細編みを16目編んで増し目、ここから16目編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、16目編めましたので次は増し目、同じところに細編みを2目編みます。そしてまた16目増し目、これを繰り返して最後まで編んでいきます。
最後の増し目のところまで編んできました。ここに細編みが8目残っています。1、2、3、4、5、6、7、8、8目編めましたら、マーカーの目に引き抜き編み。これで1段目が編めました。次は2段目細編みを17目編んだら増し目。これを6回繰り返します。1周の目数は114目になります。2段目が編めましたら、3段目9目編んで増し目、18目編んで増し目、そして18目増し目を繰り返し、4段目は19目編んで増し目。これを6回繰り返し、このようにして表を参考にして好きなブリムの大きさになるまで編み進めていきます。ブリムを13段まで編んできました。私はここで終わりにしたいと思います。ブリムの長さは 6.5 センチぐらいになっています。もう一度糸を引き抜いてここでカットします。こちらの糸端はとじ針で糸処理をしておきます。糸処理ができましたら、こちらのブリムが少し波打っていますので、ここからまたスチームアイロンをかけていきます。形が整ってしっかり冷めましたら、これで完成になります。お好みでコサージュをつけたりリボンを巻いたりするといいかと思います。私はこちらの細いスカーフのようなものを巻きます。細編みだけでとっても素敵なカンカン帽ができました。エコアンダリアにはたくさんのカラーがあります。ぜひお好みのカラーで編んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。